このような事件と同じになっているのが、右、この左ですね。ジゴマ、流行って書いてるんですよ。えー、鬼滅の刃の舞台となったですね、大正時代ですね、人々がすこぶる非常にですね、すこぶる非常に恐怖したのは、実は鬼ではなかったんですよね。えー、怪盗ジゴマだったんですよ。見よこの、返本と、 あの、旗に踊るですね。ジゴマ、ゼット弾、ニックカーターっていうですね。<laughs> 何のことを言ってるのかわからない。この文字は何なのかですね。えー、炭治郎の世界ですね。つまり、あの、田舎で炭を焼いて、で、まあ、あの、村に持って行って、みんなの温かい話で守られるというような。 生活っていうのは実は大正時代もう失われつつあったんですね。あの都会から伸びていく電線とか電灯で終わりを告げつつあったと。だって墨をもうどんどん使わなくなっていく時代なんですよ。だから、あの、1912年ですね、明治天皇が崩御してですね、年号が、まああの、明治というですね、時代が終わりました。でこの 時代ですね、日本の半分近くがもう実は電化されようとしてるんですね。タンジロ炭治郎の墨はもう本当に売れなくなってきてるんですよ。で、同じ1912年ですね、あの、言語が対象と変わってですね、時代をは、まあ、始めたのはですね、タイタニック沈没、タイタニック号が沈没したという大ニュースなんですね。そうなんですよ。この時代っていうか、この1912年という年にタイタニック号が、あの、沈没してるんです大西洋沖で沈没してるんですけども、それはまあ、もちろん日本でも大ニュースとして伝えられたんですけども、でも と、でもそれよりも大きいニュースになったのが、この、怪盗ジゴマなんですよ。日本人を熱狂の渦に叩き込んで、ついには禁止令まで出たんですね。怪盗ジゴマのですね、すこぶる非常なですね、大々、大々、大流行というのが、この時代にありましたっていうです、ねえー。ということで,ですね、今日は無料講義。これにておしまいですね。続きは限定にておまし申し上げております。